はい、どうもゆうじです。今回は YouTube から姿を消したビジネス系 YouTuber はなんで更新しなくなったのかっていうことについて自分なりに軽く考察してみたいと思います。皆さんも YouTube はよく見るとは思うんですけど、最近ビジネス系インフルエンサーと呼ばれる、まあ、有名な方々が、まあ、一斉に更新をしなくなっちゃいましたよね。例えばまなぶさんとか池早さんとか、あとはりゅうけんさんはショート動画は上げてるんですけど、まあ、本格的に、まあ、めちゃめちゃ上げるみたいなことは、まあ、ほとんどなくなりましたよね。一方でまこなり社長とか両学長は継続的に投稿したりとか、同じビジネス系の YouTuber でも各所でいろんな動きがありますよね。これから自分が話すことはもちろん自分は本人ではないので 100% の正解ではないんですけど、こういった理由で続けてるんじゃないか、もしくはやめたんじゃないかっていうことについて話していきたいと思います。ビジネス系の YouTuber って言っても、自分みたいに数万人クラスの人まで含めちゃうともうめちゃめちゃ大量にいるので、今回はまあ10万人以上ぐらいの人を対象に喋っていきますね。まず1人目のビジネス系 YouTuber はみんな大好きまなぶさんですね。まなぶさんもここ1ヶ月ぐらいですかね、もうだいぶ YouTube の更新が止まっちゃいましたよね。皆さんもそうだとは思うんですけど、自分もまなぶさんの動画結構好きやったんで、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけど、ただこれから話す内容を聞いてくれたら、まあ、まなぶさんが YouTube の動画を頑張ってあげる意義ってだいぶ少ないってことがわかると思います。まずまなぶさん自身が何で稼いでるのかって言ったら、まあ主な収入源としては、まあ、コミュニティの運営ですよね。あとはプログラミングとアフィリエイトの教材、あとはブログによるアフィリエイト収入とかですかね。大体ここら辺が大黒柱としてあると思います。もしかしたらコミュニティに入った後でアップセルとしてバックエンド商品が何かあるかもしれないんですけど、まあ自分はコミュニティに入ったことがないのでそこはちょっとわかんないです。ただまあまなぶさんのそういった商品は聞いたことがないので、まあやってないだろうっていう仮定のもとで喋っていきますね。基本的なまなぶさんのスタイルとしては、めちゃめちゃ安い商品をめちゃめちゃ多くの人に売るっていう薄利多売モデルでやってるんですね。だいたいまなぶさんって10万円以上の商品ってほとんど持ってないですよね。売上をシンプルに価格×集客数×制約率っていう3つの因数に分けたとすると、まなぶさんの場合は YouTube とか Twitter でもうどえらい数の集客数ができるので、価格を下げたとしても集客数のところがえぐいほど取れるので、ぶっちゃけこれでも成り立ってしまうんですよね。これだけでも年商1億から2億ぐらいは余裕でいきます。この低価格の商品が何かって言ったら、オンラインコミュニティだったりとか、あとはプログラミングとかアフィリエイトの教材ですよね。今言ったような商品って全部5万円以下だと思うんですね。まあ、これらは全部低価格商品に分類されます。まなぶさんの場合は無理に10万円、20万円ぐらいの商品を作らなくても集客数が本当にめちゃめちゃ取れるんで、もう低価格商品だけで全然やっていけるんですね。例えばたった1万円の商品でも1000人集客すれば、それだけで一瞬で、まあ、1000万円稼げちゃうわけじゃないですか。まあ、まなぶさん的にはそういった薄利多売で結構やってたりするんですよ。1000人の濃い見込み客を集めるっていうのは、まあ、普通の人やったらなかなか難しいんですけど、ただまなぶさんの場合は YouTube と Twitter とかで、まあ、大体合計で、まあ、70万人ぐらいですか、まあ、それぐらいのフォロワーいるわけじゃないですか。なのでまなぶさんにとったら1000人集めるって言っても結構イージーなんですよね。だからまなぶさんの場合は高額な商品は無理に作らずとも、低額な商品をいっぱいいろんな人に売るっていうこの戦法だけでも全部成り立っちゃうわけです。あと今言ったように普通に集客がいっぱいできるから低額な商品の販売だけで済んじゃうっていうのもあるんですけど、ただ高額な商品を作るとなると、まあ大体個別のコンサルティングサービスが入ってくるんですね。そうなるとまなぶさんが重んじてるゆとりのある生活とか自由な時間みたいなものがちょっと侵害されちゃうので、やっぱりまなぶさんは高額な商品が作らないと思いますよ。まあここまででまなぶさんが一体どういうことをやっていて、どういうモデルで稼いでるんだっていうことを簡単に喋ってきたんですけど、なんでこれが YouTube の更新をやめることにつながるのかっていうと、まず低額な商品を幅広くリーチするっていう意味では YouTube はさほど重要じゃないんですね。もちろんやらないよりかはやった方がいいんですけど、ただまなぶさんみたいに低額な商品を売る場合なら、別に YouTube でめちゃめちゃ信用を構築したりとか、めちゃめちゃ接触頻度を保ったりとか、そんなこと頑張らなくても別に Twitter だけでこと足りちゃうんですね。しかもすでに YouTube で何百本も動画がストックされてるわけじゃないですか。だからまあ割とそのストックされてる動画だけでももう十分こと足りてるんですよね。そういう信頼構築とか集客っていった部分も、だからもうこれ以上動画をいっぱい出す理由っていうのがほとんどまなぶさんにとったらもうないんですよ。
もし YouTube がもう Twitter みたいに1分とか2分でもう大量に投稿できるみたいな、そんな気軽なものやったら全然投稿はするとは思うんですけど、結構撮影の手間があったりとか、編集で投げたりとか、外注費がかかったりとか、結構コストがかかるわけですよ YouTube って。そのコストに見合うだけのリターンが今マナブさんにはないから、まあ更新を止めたんだと思いますよ。もちろんやっといた方がいいんですけど、コストに見合わないっていうことですね。もちろん YouTube だけがめちゃめちゃ影響力あって、 Twitter を全くやってないみたいなパターンの人もいるので、こういう場合は YouTube はやっといた方がいいんですけど、ただマナブさんの場合は Twitter だけでもうだいたい 4,50 万人ぐらいのフォロワーがいますよね。なので薄利多売モデルとしてはもうこの Twitter だけで十分すぎるんですよね。ここまでの話をまとめると、マナブさん自身薄利多売モデルでやっていて、 YouTube だけじゃなくて Twitter でもめちゃめちゃ影響力があるので、 YouTube を頑張って更新する意味はないってことですね。それに加えて、単純にもう資産はだいたい3億から5億ぐらいあるでしょうから、もう単純にシンプルに投資家に転身したっていう理由もありますね。やっぱりどのビジネス系インフルエンサーも最終的に思うのは、発信活動に依存しないような事業を作ってマネタイズしたいっていうことも思うわけですよ。やっぱり発信をし続けるっていうのは結構大変なわけですよ、特に YouTube は。なのでもう投資家とか、あとはもう全く発信に依存しないような事業をどんどん作っていこうっていう動きをする人が結構いるんですね。でマナブさんの場合はそれが投資なわけですよ。ぶっちゃけ3億から5億くらいの資産があって、まあ、マナブさん自身そんなめちゃめちゃ贅沢したいみたいな性格じゃないんで、もう投資だけでもうぐるぐる回しておけばもう全然働かなくてもいいんですね。なのでもう趣味程度にツイッターだけ更新しておけばもう全然余裕でもうこれから一生遊んで暮らせる状態になるわけですよ。だから YouTube はもう頑張る意味がほとんどないんですね。もうビジネス系の YouTuber にめちゃめちゃ追い風が来てた数年前であれば、どん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 投稿する意味は、そのプレゼンスの向上、影響力の向上とか、あとは集客においてめちゃめちゃ意義はあったんですけど、ただもう落ち着いてしまった今、めちゃめちゃ投稿する意味は本当にマナブさんにとったらマジでないですよね。まあ 100% の真意のほどはマナブさん本人に聞かないとわからないと思うんですけど、まあ 80%、90% ぐらい自分が今言ったことは合ってると思いますよ。YouTube の更新がなくなってしまったビジネス系 YouTuber の2人目はみんな大好きかわからない池早さんですね。マナブさんのパートがちょっと長くなってしまったので、ここからちょっとテンポよく喋っていきますね。池早さんの場合はなんかサプリメント打ったりとか、あとは商品を打ったりとか、もういろんなことをされているので、なんか何で稼いでるのかっていうのがちょっと分かりづらいんですけど、ただやっぱり主たる収入としてはメルマガ経由のバックエンド商品だと思ってるんですね。自分は池早さんは YouTube とか Twitter 経由でどん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 メルマガの方に流入させていってるとは思うんですけど、この池早さんの YouTube ってもう30万人いってますよね。この30万人もいったらもう大体もうアッパーだと思うんですよ。もう上限だと思うんですよね。もう行き切ってると思うんですよ。だからこの YouTube 経由でメルマガに流すっていうのも大体数がもうだいぶ上限値が来ちゃってると思うんですね。もうそれほど増えなくなってきてると思うんですよ。もちろん YouTube を更新した方がまあいろいろ集客もできるし、メルマガの方にも流せるとは思うんですけど、ただコストに見合わないっていうのはさっきのマナブさんの話と一緒ですね。多分池早さんクラスやったらメルマガの読者もだいたい5万人ぐらいはいるとは思うんですね。5万人もいたらもう十分だと思うし、それ以上なかなかもう増えないと思うんですよ。 Twitter にしても YouTube にしてもだいたいもう 2,30 万人ぐらいいらっしゃいますよね。もうそれ以上増えるってことはなかなか難しいと思うんですね。だからこそもう発信活動の方はちょっとぼちぼちにして、そのバックエンド商品とか、あとは他の事業のことに集中しよう、あとは仮想通貨もそうですよね。そっちの方にリソースを割いた方がいいってことになってると思うんですよ。ぶっちゃけ YouTube にしてもTwitter にしても集客でしかないですからね。だからこの集客の部分の効果がもうないなと思ったら、これをやめるのは当然なんですよ。もう集客した後のことにリソースを割くのはまあこれは必然ですね。今言ったように YouTube をどんだけ頑張って更新しても、メルマガ読者の増加率っていうのがもう大体アッパーに来ちゃってるから、まあコストと見合わせると、まあ更新する意味はないっていうのもあるんですけど、まあさっき言った通りマナブさんと同じく、まあ池早さんも十分な資産を持ってますから、もう普通に投資家に転身したっていうのもでかいですね。この池林さんも、まあ、本人に聞かないとは分からないとは思うんですけど、まあ、80%、90% ぐらい合ってるんじゃないかなって自分は思ってますね。もし皆さんの意見があれば、どしどしコメント欄で教えてください。YouTube の更新がほとんどなくなってしまったビジネス系インフルエンサーの3人目は、皆さんご存知、リュウケンさんですね。
龍拳さんといえばやっぱり人生逃げ切りサロンですね。めちゃめちゃ有名なサロンです。今だいたい5000人ぐらいいるんかな。もう日本最大級の副業系のもサロンになってますよね。龍拳さんの場合は人生逃げ切りサロンっていうフロントエンド商品を入り口にして、そこから入ってくれた人に対していろいろアップセルをしてバックエンド商品を売ったりとか、あとはそのサロン内でなんか事業を立ち上げたりとかってしてるんですね。なので全ての入り口はこの人生逃げ切りサロンなんですよ。それでこの人生逃げ切りサロンがいくらかっていうと、もう月額2450円ぐらいかな、まあ、それぐらいのめちゃめちゃ安い金額なんですね。つまり龍拳さん自身もめちゃめちゃ集客力があるから薄利多売でまずはやってるんですね。で入ってきてくれた人だけにこうアップセルをしてさらに稼ぐっていうモデルでやってらっしゃるんですよ。龍拳さん自身もいろんな収入源があっていろんなことはされてるんですけど、基本的なビジネスモデルとしてはフロントエンド商品の人生逃げ切りサロンに入ってきてもらって、それでそこに入ってきてくれた人の中でさらに濃い見込み客に対してアップセルをしてバックエンド商品を売ったりとか、あとは優秀なメンバーだけで事業を新たに立ち上げたりとか、それでリリースしてみたいなことをしてますよね。最近やったら、まあ、あのエドテック系のノーコードのオンラインクラスみたいなリリースしましたよね、まあ、あれも最終的に売却するのかどうかわからないんですけど、あんな感じでどんどん新しい事業に取り組んでるんですね、まあ、なので基本的なモデルとしてはまずは人生逃げ切りサロンに入ってきてもらうことが結構スタートだったりするわけですよ。そうなってくるとまずはこの逃げ切りサロンに入ってもらうことが重要になるわけですけど、この人生逃げ切りサロン自体が2450円ぐらいかな、まあ、月にそれぐらいなんでめちゃめちゃ安いわけですよ。こういったような定額商品の場合はやっぱり YouTube をやる意味ってちょっと薄いんですよね。40万50万円ぐらいの商品しか持ってない場合はやっぱり YouTube をやってどしどし信頼構築をして接触頻度を保ってみたいなことをしないといけないんですけど、ただ月額が2400円ちょっとぐらいの商品やったら別に頑張ってコストがかかる YouTube なんか更新して、まあ教育とかあとは信頼構築とかしなくても Twitter とかで十分影響力を持ってらっしゃるので、それだけで十分なんですね。実際に LINE とかで流入経路分析とかって取れるんですけど、 Twitter の方が YouTube よりも人生逃げ切りサロンへの流入が多いってことが分かってますからね。なので定額商品ってぶっちゃけ Twitter の方で影響力があれば YouTube をそれほど頑張る意味って結構薄いんですよね。もちろんこれも YouTube はやった方がいいんですけど、ただコストに見合わなかったら別に全然やらなくてもいいって話ですね。だから龍拳さんは、まあ、Twitter とか TikTok は更新すれど、まあ、YouTube を更新する意味はほとんどないんですね。もう最近は YouTube でもちょこちょこなんかショート動画を出されてるんですけど、まああれは多少流入があったらいいなとか、まあ半分趣味みたいなもんやと自分は思ってるんですけどね。この龍拳さんのフロントエンド商品はめっちゃ安くしといて、で後ろの方で経済圏をしっかりと確立するっていうこのビジネスモデルって本当にめちゃめちゃいいなと思ってて、いろんな人が応用すべきだと思ってるんですね。まあ、こういう風にしとくと Twitter だけで影響力を持つだけで十分に収入を得ることができるんですね。やっぱり YouTube ってコストがかかるんで、 YouTube を更新しなくてもいい努力をするっていうのはめちゃめちゃ重要なんですよ。ここまでで巷にいる有名なビジネス系 YouTuber がなんで YouTube の更新を止めてしまったのかっていう理由について自分なりに考察してみました。今回紹介した人は YouTube の更新を止めちゃった人ですけど、逆に継続的にずっと更新してる人もいますよね。例えばマコナリ社長とか両学長とか、この人たちはなんで更新してるのかなってちょっと考えた時に、やっぱりマコナリ社長はずっと YouTube を生業にしてる人ですよね。今ちょうどコロナでプログラミングスクールの調子が悪いので、やっぱりちゃんと YouTube を更新して接触頻度を保って信頼構築をしてインサイドストーリーとか、あとはアンコモンの方にこう流入させる必要があるんですね。なのでマコナリ社長の場合は直近では絶対に YouTube の更新はやめないと思いますね。あと両学長に関しては、まあ、毎朝6時ぐらいにアップされてるとは思うんですけど、あれはただただもう習慣になってるか、まあ、事前活動レベルの話になってますよね。一応リベダイっていうオンラインコミュニティにこう誘導するみたいな意味もあるとは思うんですけど、まあ両学長ぐらいの資産からするとこのオンラインコミュニティの収入とか YouTube の広告収入ってビビたるもんだと思うので、もうほとんどお金の知識をとにかく教えたいっていう趣味とか事前活動に近いような気がしますね、両学長の場合は。あとはまあ YouTube を更新しておけば、まあ、あの中田敦彦さんとか、まあ、そういったような芸能人クラスの人とどんどんこうつながれたりとか、あとは書籍の出版につながったりとか、そういったような権威性もめちゃめちゃ増大していくので、まあ、更新しとくかぐらいの話だと思いますよ。今回紹介した人以外にも副
業の学校の京子さんとかモフモフ不動産のモフさんとかいっぱい10万人以上クラスのビジネス系 YouTuber はいるんですけど、ただこのお二人方に関しては自分ちょっとよくわからないので今回は省略させていただきました。今回まあ自分いろいろ考察してみたんですけど、ぜひ皆さんの意見も聞いてみたいですね。なので俺はこう思うぞみたいな意見があったらぜひどしどしコメント欄で書いてみてください。それでは今回の内容はこれで以上になります。プログラミングとかウェブマーケティングについてもっと詳しく知りたいっていう人は概要欄にある公式 LINE に登録しておいてください。今なら全くゼロの状態から行動を始めて1年半で月に 1.2 億円稼ぐまでの全工程をまとめた記事もプレゼントしているので、ぜひ今のうちに公式 LINE に登録しておいてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。